はい、酒好きの俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、給料日だったんで、給料出たんで、はい。いろいろ買ってきましたけどもね。まあそちら。ケンタッキージェントルマン。という、これバーボンです。今回はバーボンいろいろ買いましたね。はい。容量が 750ml でアルコール40度。原材料がモルトとグレーン。です。うん。ね。これがね、2ちゃんではね、別に、まあ、特にないんですけど。なんか、変な嵐みたいな人が、ケンタッキージェントルマンうまいよ、みたいな。ね。の、コメントが大量にあった記憶が、2ちゃんでね、あったんですけど。これは4年熟成っぽいですね。aged 4 years って書いてあるんで。4年熟成のバーボン。なってます。それでは、飲んでいきましょう。ね、バーボンも、買ったのも久々です。さあ、美味しいのか。まあ値段はね、1100円ぐらいかな。安いです。乾杯。うん。うん。あ、これは珍しい。これ甘くないですね。うん。あ、バーボンなんだけど、普通のジムビームとかに比べると全然甘くない。全く。甘さがね、ない。ウイスキー。ケンタッキー。うん。うん。これは、ああ、これはいいわ。普通に甘いのあんま好きじゃないんで。好きじゃないっていうか。ね。バーボンなんだけど、このバーボンの香りは甘いような感じなんだけど、実際味としては全然、うん。甘くなく、ちょっと、ピリッとしてるけど、そこまでピリッというのも強くないですね。うん。うん。うん。これは案外あれだな。今までにないタイプの、もう全然甘くない。っていうほど、まあ、そうですね。全然甘くないタイプのバーボン。これはなかなか珍しい。おお。これは買ってよかったな。うん。4年熟成させた麦の独特の香りとスッキリした切れ味が魅力。歴史にその名を刻む正統派バーボン、ケンタッキージェントルマン。ケンタッキー州ネルソン郡バーズタウンにあるバートンディスティーリング社の自信作。ヘブンヒルと並びバーズタウンを代表する蒸留所となっています。ケンタッキージェントルマンの特徴はトウモロコシ、大麦、ライ麦の方向が素晴らしく、カラッとした口当たりとスッキリした切れ味になります。ああ。うん。甘くなくてカラッとして、なんか、確かに、うん。スッキリしてるよね。それでいてドライなんで。ドライで、ね、切れもあるんだよね。うん。うん。うん。これはなかなか。これはあれだな。ジムビームとかに比べると全然甘くないから、ソーダ割りにしても、ハイボールにしても全然多分甘くないんで、なんていうかな。
いい感じに、ね、甘い、なんか、ハイボールにするとさ、ジムビームとかになると、本当になんか甘いでしょ？ハイボールにすると。だからなんか、飽きてくるんだよね。だけど、これは全然飽きの、こなそうですよね。これは。うん。これはうまい。うまいっつうか、あれだな。すごい。すごいですね。うん。さすがジェントルマン。ね。これはいいわ。甘さがないからこそ逆に、ね。その他が引き立つっていうかね。香りとかがしっかり引き立つような気がする。多分。うん。うん。あ、これ美味しいわ。これ美味しい。さすがに。うん。これはあれだな。ハイボールにすると絶対うまいぞ、これは。別にロックでもいいけど。甘いやつってほんと、基本的にバーボンだと、バーボンはハイボールにするとやっぱ甘ーってなるのか。なあ。基本、バーボンはロックですね。多分。バーボンはやっぱロックで飲んだ方が甘さがやっぱり抑えられるんで、ロックなんですけど、やっぱこれは、うん。あえてハイボールにして、見るとかなり美味しいんじゃない？ね。これはいいですね。うん。でね、今日ね、ま、いろいろ買ったのもあるし、あと山屋のね、宅配、ネットの山屋から、お酒がね、購入したやつが届きましたんで。うん。まあ、それもちょっといろいろね、3000円以上で送料無料だったんで、とりあえず、3000円分ぐらい買って、ね、いました。買ったのはビールが多数と、多数ってことでもないけど、あとウイスキーですね。ウイスキーは1本だけかな。あと全部ビールです。うん。うん。うん。これは美味しい。ね。これは美味しい。甘さがかなり抑えられて。ね。あ、そっか。今日ゴールデンウィークだね。ゴールデンウィークですけども。まあ、俺にはゴールデンウィークなんてない。って関係ないですけど、今日も仕事だったんですけど、甘みがかなりないんで、まあでも香りは甘いからな。若干あるとして、でも香り自体もあんまりそこまでしないかな。結構ドライな感じ。コクもそんなに感じないですね。まあこの値段だったら全然買いでしょう。今までのバーボンの常識を覆す。ね。甘さがない。というのはなかなか衝撃。2234です。
ご視聴ありがとうございました。